YouTube スタジオの使い方をご説明します。スタジオを開くにはスタジオ .youtube.com に直接アクセスするか、ログイン後に右上にあるプロフィール写真をクリックして YouTube スタジオを選択します。表示されるチャンネルのダッシュボードがスタジオのホームページです。左側のメニューで動画やチャンネルを管理します。画面上部の検索バーでチャンネル内の動画を検索できます。アイコンを使えば動画のアップロード、ライブ配信や投稿の作成も簡単です。ダッシュボードでは最近のアクティビティの概要を確認できます。最近アップロードした動画のパフォーマンスが分かり、アナリティクスでより詳細な情報を見ることもできます。チャンネルの分析結果が分かるスナップショットや、新しいチャンネル登録者、チャンネルが受けた警告も確認できます。他にも YouTube からの最新情報や報告されている問題があればここに表示されます。次のコンテンツページでは動画、ライブ配信、投稿、ストーリーを管理することができます。動画の公開設定、YPP に参加している場合は収益化のステータス、アップロード日や公開日、視聴回数、コメント、高評価と低評価の数を確認できます。フィルターバーでリストの絞り込みもできます。動画にカーソルを合わせるとクリック可能な4つのアイコンが表示され、詳細の編集、アナリティクスの表示、コメントの確認などができます。戻る矢印をクリックすると動画リストに戻ります。再生リストでは再生リストの作成と管理ができます。アナリティクスでは指標とレポートでチャンネルや動画のパフォーマンスを確認できます。コメントページでは動画コメントの確認、フィルタ、管理、返信ができます。字幕ページでは動画に字幕を追加できます。著作権ページからは著作権に関する申し立てフォームに直接アクセスでき、著作権侵害による削除の履歴、これまでに YouTube に送信した削除通知、申し立てのステータスを確認できます。収益受取ページでは収益化の概要に加え、グッズ販売やメンバーシップなどの収益源について詳細がわかるタブが表示されます。収益化に参加されていない場合は利用資格のステータスを示したランディングページが表示されます。該当する場合は YouTube パートナープログラムの要件に達するまでの進捗も表示されます。カスタマイズページではチャンネルのレイアウト、ブランディング、基本情報を変更できます。オーディオライブラリページには動画で使用できる無料の音楽や効果音が用意されています。次のチュートリアルもお楽しみに。